で来させてもらいましたよ。今回この4人で、はい、キング牛丼、早食いでの勝負をしたいわけですけど、いきなりそんな企画が決まったの、はい、決まりましたね、はい、で、じゃあお名前の方、自己紹介の方お願いします。はい、ひーちゃんです。ひーちゃん、はい、どんな経験をお持ちなんでしょうか、食べる方の。身長決定戦に出場しました、うん、あとは、世界仰天ニュースにちょこっと、はい、だからめちゃくちゃ胃袋がやばい人が来ちゃいましたってことですね。勝てる、はい、勝ち負けあるの、勝ち負け、だからそれを競うんですよ、はい、罰ゲームの勝ち、マジで大丈夫だね、ですよね。で、上原は、はい、もう本当に、はい、知り合いなんでね、ひーちゃんのね、はい、まあ、この感じで言うと上原が一番パンピート、ね、そうね、そういうことですね、うん、でも食べれる自信はある、あるかないかで言ったら、あの、飲み行ったんです、うんうん、たまに飲んでた、そんなハードルを下げるとか言ってたら飲みって、うん、お腹にやっぱり飲んでるし、調子もそんなに良くない、俺もだから先にモンサーって言ったら、うん、あ、そんな、ね、最初のハードル下げるのエさんなんか踊ったくなっちゃいますか、食べれるみたいな、そのままですよね、俺も結構でも本命はちょっと素質がある感じだから、はい、ちょっと勝負させてもらいます、はい、はい、ということでじゃあ、待ちましょう、はい、ありがとうございます。卵付き、まあまあまあ、全部オカスタードってパンなんで、そうっすよね、あ、じゃあスタードパンだったらダメじゃないですか、はい、もういきなり反則まあいいか、でもまあ食うところでスタードでいいんじゃないですか、そっかそっか、わかりました、はい、いいところで、いきます、はい、よーい、ドン、あくあくは、あくは、あった、うまっ、女性、早食い、おわしともないか、おわしも、あった、大食いならいいです、まだ、早食いよって、あ、あったんだけど、あっけ、卵全然ダメ、うん、うん、あ、これ、待て、やべ、なんか終わんなくなかった、なんか、あぶん、確かに、ちょっとハムですもんね、これ、いや、関係ない、ハハ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 やばい、半端じゃねえ、舐めてた、
じゃあ食べれるのよ。あ、食べるよ。進捗見てください。はい、上原、これちょっと近くで撮れますか。まあ、行ってる方だと思うんだけどね、うん、で、混ぜばどれくらいですか。混ぜもういけるじゃないですか。混ぜもいけと、じゃあ今ストップ、うん、あんまり入れると、うん、とりあえずもう全部ずっとこんなね、全部ですよ、うん、全部ずっと撮ってるんで今、はい、頑張ってください、本当にすごいね、やっぱ進捗ってね、すごいぞ。マジですか、すごい。もうなんか今ちょっと嬉しいモードずーっとこれ。いやいやいや、本当の表情大丈夫。大丈夫。大丈夫。いや、もうそんなことしてる間に食べてください。これは何で止まってるんですか。今、あ、なんか上下運動してる。そういうの、ちょっとそういうもんですか。これ以上いったら、これちょっと待って。ちょっと休みないと。そうなんだ。ちょっと激しく目立ってるから。なんか、どっちさんになったら。ジャンプしたのか。あ、なるほどね。下に落とす。落ちるんだ、これで。なんとか落として、なんか白、ジャイアント、白とさんやってるね。あ、なんか、ちょっと。気づいてやるとちょっと頑張ってね。上顎というか、このところがちょっとやっぱ、ただれてるというか。ね、どうですか。あ、どうですか。リタイアするんですか、あまり先輩。これトイレ行ったらもうリタイアですよね。はい。うん。ちゃんとめちゃめちゃに。いや、私本当に直感なんでちょっと食べたらすぐ出るらしいです。キイちゃん。だから本当は今出そうと思えば出せる。こっちから。はい。はい、うん、すぐに。だから直感ってそういうことですね。うーん。違う違う、なるほどじゃなくて。今勝負中だから。マジで。マジで。ちゃんと向き合った方がいいっすよ、本当に。いや、ちょっと余談だけど。半分かけた時で、これでさ、張りやすくなる。作りましたけど、変わる、変わりやすい。変わりやすいよね。笑うことになってるけど。卵の殻、まだ白身麺にさ、砕いて、やっちゃうな。やっぱ、変にちぎってたらいいの。あ、違う、ありえない。ありえない。卵の殻違う。
ハリエですよ、完全に。やっぱり舐めてもらった、うん、卵の殻って鍋とかでパクだったよね。あ、向き合ってない人たちってよく喋るんですよ無意識にやってるんだろうけどちょっと向き合ってくれるから、本当に。大食いってやってる時に、あの誰を意識してるの、誰かを意識するのか、それとも自分と戦ってるの、どっちですか。己で、己、やっぱり、あ、そうですね。でもそこはすごい重要だと思ってるんで。多分本当ね、行っちゃう人は行っちゃうんで、うん、行かないように、そこでも食べなきゃいけないから。確かに確かに。そのカレーパンよりは、うん、タレでしか見えない。ああ、そういうことね。途中から残りに行く。やめろ。そう。カレーパンを食べてる時に、ね、最後、最終的に、もうそれが、うんこにしか見えない。でも食べなくなっちゃった。でもめっちゃ美味しかったですよ。めっちゃ美味しかったけど、ちょっと高めなんですよ。あ、そうなんだ。で、牛すじとかがめっちゃ見えちゃった。ああ、それで、ああ、そうなんだ、ね。もうこれだったんで、ああ、もう家の妄想しちゃって、そこら辺そうだったんですよ。で、手を止めちゃった。ちょっとすごいですよ。あ、追い上げてる、見てください。やべえ。今13分50秒。いつの間にか少しずつ追い上げてる。みんな前先輩の方が、うん、熱望です。でも大丈夫です。サップしてるんで。これ優しさですか。いや、どうなんですか。マジで、うん。これ脱げちゃうっすかね。うるせえ。無理やん。ちょっと待って、なんか売れてるもん。何これ。あ、ここが大事ですか。米ですね。ちょっと俺じゃあ、どういう感覚なんですか。だって大食いの感じだったとしたら、これ別にそんな大したあれじゃないですよね。どういう今感覚になってるんですか。食べなきゃ。でもなんで、あ、まあ普通に、まあ進んでますからね、はい、どういう感覚なんですか、進んでないのは。お腹いっぱいだから。まあそのまま上原は出るんだよね時間があれば。さっきは言い訳なんですけど、あの時増えたんですよ。ほうほうほう。暑かったよ、なんかめっちゃ暑かったよ。暑かった、めちゃくちゃ暑かった。それでもお腹出ました。お腹出てるの分かる。18分経過です。18分。思いっきりしたけど、多分吐く。ちょっとね、いけなそう。いや、まだ開けない。じゃあ、これ聞かせてください。最近で大食いやったのいつですか。いや、もう1年前ぐらい。それでちょっと衰えてる感じ。いや、衰えてますね。やっダメです。ダメです。こっちじゃないですか。ダメです。うん。こっちがいければ、いけます。うん。まあ、最悪、見えなくて今、出しちゃえば、出しちゃえばいいんだよ。別に、あの、絵的には大丈夫。出しちゃえばいいんだよ。カメラさんが、ちょっと、ちょっと、後が大変なんで。違う。ちょっとそれは問題ないです。だって敵には、敵にはだって何もね変わらないからね。ちょっと雑魚がなくなるもうちょい、これが進まないですから。マルセンこんだけだよ、こんだけだよ、はい、上原、上原もいけそうですね。で、T ちゃん、いやもうこれいけそうっすけどね。まあでもそれはまあ本人の胃袋の容量がありますからね。はい、すいません。出るわ。いいですよ。だったらまあリタイアするんだったら、もちろん本当に無理しすぎて、ご自身リタイアするんだったら、もう自分がリタイアするのもあり。で、この悔しさをバネにまたやるかも。ああ、はい。まあ、先輩リタイアします。じゃあ食べてください。あ、まあそれ入んない。これちょっと聞いてくださいね。ちょっと丸先輩と、ティンちゃん。
寿司100皿いけるって言ってたんですよ。これ見てどう思いますか？あ、寿司だったら違うのか。わかりました、わかりました。牛丼はね、ちょっとね。これ負け惜しめてやつ。そう、まとめてますよね。リタイアするんだったらしてもいいっすよ、本当に。今の感じで言うと上原食べれなそうなイメージ、なんとなく分かんないけど。私じゃあ、うん、リタイアして出して食べていいですか？ああ、そういうことね。あ、それもありかもしれないですね。リタイアするけど、うんうん、そういうことね、リタイアになりますもんね、ルール上ね。残さず食べます。そのままちゃんと食べる、持って帰っていい？もちろん。え、じゃあ、どうする？こっちじゃなくて、こっちをめっちゃ我慢してるから、うん。じゃあ、丸先輩もリタイアじゃしますね。丸先輩、リタイアしますか？なんか、え、いや、そうっすよね。食べてください。これ、なんですか？でも、丸先輩、絶対食べれる。そう。でも、分かる感じする。大黒庵で自分、ちょこっとだけしかなかったけど、本当なかなかいけなかった。ちょっとが、ストップかかってる。いいっすよ。誰か言い出していいっすよ。リタイアするんだったら、リタイアしてください。リタイアしないんだったら、行きましょう。はい。せーの。はい、まずリタイア。リタイア2人います。わかりました、ごめんなさい。了解です。はい、自分とマルシェも最後なんでちょっとテンション上がってる感じだったんですか？うん、でも最後まで取りますから。ちいちゃん舌が出たらってすごいです。リタイアして食べてるじゃないですか。どういうこと？食べるから。そっか、火ついちゃった。いや、マルシェンパやばい。いや、おちょぼ口。ちょっと全然ちょっとこねくり回さないでもらっていいですか？はいはい。あ、待って、丸先輩なくなってるじゃないですか。なんでや。丸先輩28分32秒ぐらい。あ、口の中もまだ入ってる。ダメだ、それなくしてください。いやいやいや、入ってる。ちょっと、はい、あーしてください。あ、ダメだな、放送禁止になっちゃうから。ちょっと食べてください。はい、卵あるの？ OK、 大丈夫ですよ。はい、マジで29分12秒でした、丸先輩。すげえ。あと、制限時間アップまで30秒です。40秒です。ティーちゃん、はい、うん、最後。マジさん、オーディオテレモン、テレモンオーディオしなくてない。でも最後までいつの番組食らいついてる姿勢がいいと思います。はい、ということで30分過ぎました。ティーちゃん、はい、制限時間アップ、はい。というわけで、まあ、みたいなとおりでございます。感想お願いします。いや、もうね、カメラ入ってますけど、うん、マジで喉がこぼらない。うん、うん、もう、ちょっとだったで、ごめんなさいよ、うん、また言いましょう。また言いましょう。ありがとうございます。用語するんだけど、ブランクがありましたので、はい、そこは、まあ、重要だと思います。はい、そこ重要だから、はい、じゃあ、まず、感想は、行くわ、行かない。生卵もいらない。わかりました。じゃあ上原、最後の感想どうぞ。いや、もう早く漏らしてもらって、うんこしたい。もう行くの大丈夫。もう行っていい。はい、というわけで、じゃあ金曜日の早食い対決ということで、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。